はい、ただいまからスタートする選手を紹介いたします。高知県安芸市出身、平直行。ありがとうございます。遠路はるばる阿南カントリーまで今日はやってきました。朝3時起きですけど。朝3時起きです。慣れてますけどね、はい、持ち球はドローです。ドローです、なんちゃって。よっしゃー、まず言いましたね。フェアウェイと真ん中でしたね。フェアウェイ。ラウンドレポーターは羽川豊さん、田中泰二郎さんのお二人でお願いいたします。日本オープンで。続きましてのティーオフは、餃子のけんちゃん所属、ほどのけんじ。お願いします。よっしゃー、それはいい球やな。ヘッド方向。今のはどうですか、青木さん。いい球が出ましたね。今のはいいね。続きましてのティーオフは、谷一ゴルフアカデミー所属、大野翼。はい、でも大丈夫ですよ、青木さん。大丈夫。あれはフェードだからね。続きましてのティーオフは、阿南カントリークラブ所属、谷一博文。しょー。はい、こんにちは。こんにちは。谷一です。今日も阿南カントリーに来てみました。今日のゲストはですね、高知県からはるばるお越しになされました、平直行さんです。はい、どうもこんにちは。お久しぶりです。まあ3回、まあ、ゴルフの高校の時でこれで3回目なんですけど、ね、今日はまあ大叩きはまあちょっとここの隣の11番でハイリスク入りたんだことで、思い切り後ろ後頭部でクラブでぶったたかれたような気分ですけど、はい、ありがとうございます。鈴木愛ちゃんの応援団長ということで、いろんなところにね、はい、応援に行ってますよね。はい、はい、今年はまあ関西行きたいんやけど、ちょっとまあ仕事の関係とか暑さの関係でちょっとやめろかなと。まだ、ね、11月のエリエールだけは絶対行きたいですね。もう、はい、はい、以上です。はい、はい、僕もね、テレビ中継見ながらですね、平さんを探しております。はい。全然映りませんけどね。はい。ちょっと後ろ向いてもらえますか、このトンボ。あ、はい。はい。はい、トンボがついてますね。はい。虫除けで本当の。はい。はい、ありがとうございます。はい、続きましてのゲストは大野さんです。はい、こんにちは。こんにちは。はい、以前にまたグランディナルトでですね、一緒に回らせていただきまして、すごいうまいフェードを打ってますね。もうスライスしか出んっていう感じなんですけど、持ち球がフェードになったんで、うん、まあ今日はハーフベストも出たし、うん、頑張っております。あ、よかったです。はい、今日ハーフ40で回れて、ベスト更新らしいんで嬉しいです。はい、ありがとうございます。はい、またよろしくお願いします。続きまして、けんちゃんです。はい、よろしくお願いします。今日ショートホール選手権、以前にチップインパーディーで優勝されましたけどもね、今日の自信はありますか？はい、そうですね、10番バーディー取りましたんで。そうですよね。後半頑張ります。はい、ビデオ撮っといてよかったですね。そうですね。ここの阿南の12番ホール近いですけど意外と難しいんで、頑張っていきましょう。張り切ってやってくださいね。はい、はい、それではどうぞ。はいはい、それではショートホール選手権始まります。はい、まずは平さんからのティーオフです。まあ下手ですけどね。阿南カントリー12番ホール134ヤードアゲンストです。お、ダメだ、ほら越えろ。続きましては大野さんのティーオフです。はい、何番ですか？9番ヤン。はい、お願いします。フェードしてきました。短いかも。あ、ナイスオン。はい、ほどのさんのティーショットです。
8番ぐらい。8番。はい。お、引っ掛けたか。グリーンセンター方向。ナイスオン。素晴らしい。いいんちゃうんすか。ナイス。ありがとうございます。はい、平さんのセカンドショットです。ナイスアウト。伸びろ。おお、惜しい。ウグイスが鳴いたけどね。そのバーディーパットです。いいんじゃないですか、これ。いいよ。いいんじゃないですか。おっしー、ナイスタッチ。ナイスタッチ。平さんのパーパットです。まあ、入りませんけどね。おけきょ。けきょで、ああ、ただの。はい。はい。はい。ちょっと上りのスライスラインと思います。ワンカップ左ぐらいを狙って打ちたいです。重いな。はい、けんちゃんのパーパットです。はい、ナイスパー。大野さんのパーパットです。はい、ナイスパー。それではショートホール選手権最終ホールです。125ヤードぐらい。はい、お願いします。お願いします。48度で。ピン方向まっすぐ。ナイスやけど、ちょっと手前です。続きまして、ケンちゃんのティーショット、9番アイアンです。これはちょっとでかいな。左エッジ。あー、でも左のエッジ。平さんのティーショット、8番アイアンです。いかん、トップ背伸びやった。あらららららら、トップです。あ、全然サボゴリン方向。あ、使用禁止に当たるか。使用禁止になってる。あ、残念でした。はい、サンゴしまして、はい、ごめん。あー、バンカー。皆さん、ドッパンのセカンドショットです。ピンまで約10ヤード。ケンちゃんのセカンドショット、下りの超難しいです。これはプロでも難しい。入れ。あ、惜しい。いいんじゃないですか、これ。入れ。ライン乗っとる乗っとる乗っとる。たまん。はい、平さん、トリプルボギーで終了。しんちゃんのパーパット。弱いわ。重たいからな。はい、ケンちゃんのボギーパットです。はい、ケンちゃんボギーで終了。大野さんのパーパット。やったか。いいパットです。はい、大野さんボギーで終了。さあ、谷一ショートホール選手権2連覇なるか。はい、お疲れ様でした。はい、ショートホール選手権アナンカントリークラブ、結果報告いたします。はい、第4位は平さん。はい、6のトリプルボギー、6のトリプルボギーで、まあ、トリプルと最初ダブルと、5オーバー、5オーバーです。はい、5オーバーで4位です。はい、はい、ありがとうございます。第2位タイ、2人います。はい、大野さんとケンちゃんです。はい、ありがとうございました。トータル1オーバー、はい、
惜しかったですね。最後外すとこが悪かったですね。まあ、ちょ2人ともねちょっとアプローチ、ね、まあね寄せたかったけどピンポジが難しいしグリーンがちょっと重たかったんで、はい、パーパットが打ち切れないということで残念でした。はい、はい、ハイアル優勝はドロピンクのおじさんです。はい、ピンクのおじちゃんです。アドリブが2週連続優勝させていただきました。ありがとうございます。トータルイーブンパーということで、最後バーディー入れたかったんですけども、まあまあいい結果となりました。はい、今日はねゲストに平さんを迎えてね楽しい、ラウンドとなりました。はい、またこれからもよろしくお願いします。はい、はい、それではまたゴルフ場でお会いしましょう。じゃあね。ナイスだ。ナイス。ナイス。あ、やばい。ナイス。おお。これは。